著者、菊池寛キラ構図の立場。一。匠の神は玄関を上がるとすぐ。声ともたえに、すぐ来いと言え。と言って、御城院へ入ってしまった。そら、またいつもの菅尺だ。と、家来たちは目を見合わせて、二人の江戸家老、安井彦右衛門と藤井又右衛門の部屋へ走ってい たみのみは女どもに長みしもの紐をほどかせながら。どうもいかん。またもの入りだ。しょうがない。と、つぶやいて袴を脱ぎ捨てると。二人に早く来るよ。いっていれ。と、催促した。しばらくすると安ひ彦えもんが急ぎ足に入ってきて、のりっこご用で。と言って座った。またえは、お長やにおりますから、すぐ参ります。 女ども、あちらへ行け、早く行け。と、匠の神が手を振った。女は半分畳んだ袴、神下を慌てて抱いて下がってしまった。例の京都から直視が下られるが、また接待役だ。は、物入りだな。しかし、ごめようなことで仕方がありませんな。そりゃ、仕方がないが。と、匠の神が言ったとき、 藤井又右衛門が、遅くなりました。と言って入ってきた。又右衛門、講義から今度、御下校の直使の御馳走役を命ぜられたが、それについて相談がある。はい。この前、天和三年か、勤めた時には、いくら入費がかかったかえ二人は首を傾けた。藤井が、 およそ四百両と何がしと思いますがそのくらいでした。と安井が頷いた。四百両か。その自分と今とは物価が違っているから四百両では行くまいな。伊藤出雲に聞くとあいつの時は千二百両かかったそうだ。あの方のお勤めになりましたのは元禄十年。確か十年でしたな。そうだ。あの時、 千二百両だといたしますと、今日ではどんなに切り詰めても千両はかかりましょうな。匠の神は苦い顔をした。そんなにかかっちゃ、たわるんじゃないか。わしは七百両ぐらいでどうにかあげようと思う。七百両と、二人は首を傾けた。少なすぎるか。そう。二人は浅野が正代名として、 代々石鹸している家風を知っていたし、匠の神の感情高い性質も十分知っていたので。それで結構でしょう。と、言う他はなかったが、伊藤もとて少しも裕福でないのに、その伊藤が千二百両かけたとしたら、五島家が七百両では少しどうかしら、と二人とも思っていた。第一、近頃の世の中は、 あまり贅沢になりすぎている。今度の役にしても、肝入りのキラに、例の付け届けをせずはなるまいが、これも年々、額が増えていくらしい。いえ、その付け届けは、馬代金一枚ずつと決まっております。それだけでもいらんことじゃないか。キラは肝入りするのが役目で、それで治療をもらっているのだ。わしらは、直ち地そうが役のものではない。 役でない役を仰せ使って、七八百両、ミスミス損をする。こっちへ、平ラから付け届けでももらいたいくらいだ。二人のカロは、うなずくより他はなかった。二。四人部屋へ戻ってきた二人は、困ったな。と言って腕組みをした。キラー・コーズという老人は、家柄自慢のへそ曲がりだからな。 嫌がらばかり光景で、ピーピー火の車だからな。殿様は、賄賂に等しい言付け届けだと一口におっしゃるが、町奉行所へだって、剣山を持ち込むのだからな。大判の一枚や小判の十枚ぐらいケチケチして、キラから意地の悪いことをされない方がいいがな。もし、ちょっとした儀式のことでも、失敗があると大変だろうな。 しかし、前に一度お勤めになったから、その方は大丈夫だろうが、七百両で仕切れとおっしゃるのは少し無理だて。無理だ。直視のご滞在が10日だろうそうだ。一日百両として千両。前の時には、日に四十両で済んでいるが、電話の時の傾聴小判と、今の吹き替え小判とでは、金の値打ちが違っているし、それに書式が上がっているし、 ごちそうの方も、だんだん贅沢になってきているし。そうさ、出雲だって、千二百両使っているのに、朝野が七百両じゃ、ざっと半分近いのでは、直視に失礼に当たるからな。困った。困ったな。休備客でも立てて、国元の王野が大石かに、殿を解いてもらう方もあるが、王野はケチンボで、七百両せずに大賛成であろうし、 大石はあたののとおりヒロワンドンでそのばん玉のことで殿に進言するという柄ではないし困ったなできるだけ切り詰めて目立たぬところは手を抜くよりほがないだもって家来に任しておいてもらいたいなこんなことはいくらかこんな時にいつもの埋め合わせがつくくらいにな悪くすると自腹を切ることになるからなそうだ とにかく、まず第一に、伝送屋敷の畳替えだ。二人は、接待についての細かな費用の計算を始めた。三。電柱で後継付き番、畠山民部大優へ。今度の直視競王の費用の見積もりですが、ちょっとお目でしよう。と言って、匠の神が放書に。 明細な項目を書いたのを差し出した。畑山はそれをしばらく眺めていたが、わしにはこういうことはわからんから、キラに、ちょうど来ているようだから、と言って鈴の紐を引いた。坊主が、はい、と言って手をついた。キラ殿に、ちょっとお手すきなら、と言って来い。は、坊主が立ち去ると。とんだ。 物入りですな。と、畑山が言った。金ごの,の七八百両は答えます。しかし、貴殿は、縁殿があって裕福だから、そう見えるだけです。いや、五万三千石で二百何十人という資分がおるなど、他では見られんことですよ。裕福なればこそだ。と言ったとき、キラッコーズが入ってきた。朝野殿の、 今度の見積もりだが、今拝見したが、私にはわからん。肝入り知らん役が一つ。畑山が書きつけをキラへ渡した。のこのこ、早いな。どうれキラはじっと眺めていたが、所持、あまりに切り詰めてあるようじゃが、と、匠の髪の顔を見て、これだけの費用じゃ。 十分には参らぬと思うが、と、付け出した。七百両がでございますかそうだ。しかし、これまでのが、かかりすぎていいのではありませんか御用の追えは避けたいと思いますので。構図は、じろっと、匠の髪を睨んで。かかりすぎていても、全然の礼を破ってはならん。前からの慣例があって、 それ以下の費用で賄うと自然直視に対して失礼なことができる。しかし、礼触れということは費用の金高にはよりますまい。それは理屈じゃ。こういうことは前例通りにしないととかく間違いができる。しかし、年々出費がかさむようで仕方がないではないか。書式が年々に上がるのだから。 去年千両かかったものは、今年は千百両かかるのじゃ。しかし、七百両で仕上がりますもの。何も千年通りに、と押し上がる。それは、ここにあります。そう言って匠の神は書状を差し出した。それはとくと見た。しかし、そうたびたびの務めではないし、気候のところは、聞こえた裕福者ではないか。二百両か五百両。 特地におっしゃっても大金です。出そうでは。とにかく、前年通りにするがいい。キラの声は少し険しくなっていた。じゃあ、この予算は認めていただけませんかこんな費用で十分にもてなせると思えん。お聞きしますが、共和日はいくらの金だかと、抗議でない期でもございますか何こずは、 赤くなった。後の人のためにもなりますから、私、この度は、七百両であげたいと思います。慣例を破るのか慣例も時に破ってもいいと思います。後の人が喜びます。バカバカとは何です畠山が、匠と言って叱った。慣例も、時によります。匠の神は、 青くなって言い続けた。勝手にするがいい。キラは拳を震わせて、匠をにらみつけていた。四。藤井が去ると。けしからん奴だ。と、小津はつぶやいた。四人が、朝のから。と言って、藤井の持ってきた手土産を差し出した。それだけか。おい。 他に何も添えてなかったか添えてございません。キャツメ。近年手元不妙とか、所持倹約とか、みと同じようなことを言っていたが。そうか。こいつは冷えたお茶を一口飲んで。あるじもあるじなら、けらいもけらいだ。何か、申しましたかバカだよ。いずらは、揃いも揃って消しん坊だ。 どういたしました朝野は、表高こそ五万三千石だが、他に塩田が五千石ある。こいつは治療以外の収入で、初代名中の裕福者といえば、五本の指の中へ入る家ではないか。それに、手元不尿意だなどと、何を言っているまったく。くだらぬ手土産一つで、官令の金素さえ持ってこん。法番の一枚。 小判の十枚、わしは欲しいから言うのじゃあない。慣例は重んじてもらわなければ困る。一度、前に勤めたことがあるから、今度はわしの指図は受けんという腹なのだろうが、こういうことに慣例を重んじないということがあるか。地層費をたった七百両に減らすし、わしに慣例の金数さえ持ってこん。こういうこと、主人が何と言おうと。 家の長老たるべきものが良きに計らうべきだが、藤井も安井も三観の理で事務ということを知らん。国家老の大石でもおれば、こんなバカなことをすまいが、浅野は今度の役で評判を悪くするぞ。講義の覚えもめでたくなくなるぞ。構図は匠の神にも腹が立ったが、江戸家老の処置にも怒りが湧いてきた。 わしの言うことを聞かないのなら、こっちにもそのつもりがある。そう考えて、手土産など、つっかえせと言った。四人が、それはあまり、と言った。構図は、黙って、何か考えていた。五。辰の口、堀通り、角の伝送屋敷は、塀も壁もすっかり塗り替えられて、 庭の草の代わりに白い砂が門を入ると玄関まで続いていた。平が下見分に来るという日なので、代わりの人々は早朝から詰め切って不安な胸でいた。どこも、とじゃないかないと思う。思うではいけない。じゃ、断じてない。でも、七百両ではどこかに無理が出よう。愛役の伊て作業の方はいくら使ったかしらそれはわからん。 だてより少ないと、肩身が狭いぞ。バイチ、評判が悪くなる。と、人々が言っているとき。いろ、コウズケノスと、玄関で呼ぶ声がした。そら、人々が立ち上がった。玄関の敷台、玄関脇には侍が、小物が、つつましく控えていた。玄関の石の上に置いた黒ロンの,の籠からコウズケが出て、 出迎えの人々に軽く一礼して玄関を上がった人々は構図の顔色で構図の機嫌を判断しようとした匠の神はただいま参上いたします、うん、構図は匠の神が玄関に出迎えるのでいよいよ腹立ちと冬会さとが重なってきたそして式台を登って玄関に一足踏み込むとこの畳は 下を見た。は、取り替えた畳かあ、なぜ、運んべりにせぬ人々は玄関を上がるが早いか、すぐ鋭く咎めた光月の助の態度と、その係も、匠の神もいないのとで、どう答えていいかわからなかった。匠をやべ。はい、ただいま。天井人には、運んべりであることは子供でも知っている。 このヘリと運玄とでは、いくら金が違う。玄関だけは、運玄でなくてもよろしかろうと、侍の一人が答えかけると、黙んなさい。お引き受けした以上、万事作法通りになさい。出費が惜しいのなら、なぜ手元不妊意を口実に断らんか。お受けした上で、慣例まで破って、ケチケチすることがあるか。匠よ、早く呼びなさい。 構図がこう言っていたとき、匠の髪が険しい目をして、足早に家来の後方へ現れてきた。何か部長法でもいたしましたか構図に礼をもしないでそう言った。部長法構図は頷いて。部長法だ。この畳のヘリは何だ運間です。運間にもいろいろある。これは何という種類かそれは知りません。 しかし、畳屋には、運弦と言って命じました。確かに運弦です。模様が違う。取り替えなさい。取り替えそうだ。今から、作法上定まっている模様は、変えることはなりませんぞ。いくら記念が慣例を破っても、こういうことは、勝手には破れんからな。即刻、取り替えなさい。次。そう言うと、構図は、 匠の神の返事も待たず、次の間に入った。匠の神は総白になって、その後ろ姿を睨んでいた。6。明日の直視の接待型の予定が少し変わったと聞いて、匠の神は伊達先を探して聞こうとしたが、茶坊主が、もうお下がりになりました。と言った。嫌だはおられます。 匠の髪は廊下へ出て、孔月集の溜まりへ歩きつつ、構図に聞くのは残念だが、と思った。しかし、だてに聞きにやるのも面目に関わるし、そう思って松の間の廊下へ出た時、構図が向こうから歩いてきた。しばらく、構図はじろっと匠の髪を見て立ち止まった。明日、 模様替えがありますそうで、どういうふうに。知らないのか。聞き漏らしましたが、<ん>どうか、お教えを。聞き漏らした無念な。どこで何をしていたちょっとす忙しくて、わしいのはお互いだ。コズは行き過ぎようとした。しばらく、どうぞ明日の。と言って、右手でコズの袖を掴んで引いた。何をするコズは腕を振って、 大声を出した。腕が匠の髪の手に当たった。何一つ、わしの言うことを聞かずにおいて、今さ更のめのめと何を聞くコズが大声を出したので、カジカワが襖を開けて顔を出した。匠の髪は蒼白になっていた。わしを、あるかなしかに扱いながら、自分が困ると袖を引き止めて何を聞くかコズは、 匠の髪が黙っているので、バカバカしい、とつぶやいて行き過ぎようとした。教えてくださらんのか教えてくださらんというのか、匠。記念、わしが教えて聞いたことがあるか明日のことは儀式のことにて、工事ではござらぬか工事なればこそ、宣告通達した時になぜ聞き漏らしたそれは拙者のブレイゆえ。 お教えを願っているのに。技工の無念の尻拭いをしてやることはない。コーズはそう言って歩き出した。教えんとおっしゃるのか。匠は後ろから必死の声で呼んだ。くどいこうしよう、感動して。と、匠が言うと。それは、こうだろう。金のおいしさに前例まで破って。何カジカワが、あ 低く叫んで立ち上がった。構図は、何をすると叫んだ。匠の髪の手に白人が光っていた。構図は、よろめいてつまずくように逃げ出した。匠の髪が、および腰に切りつけたとき、カジカワが、何をなさると叫んでくみついた。七。匠の髪は、切腹と決まりました。と、この左兵が、枕元へ来ていった。 構図は横に寝て、傷の痛みに顔を歪めていたが。そうだろ。と、答えた。お神では乱心者として、もっと寛大な処置を取ろうとなさいましたが、匠の神は乱心でない。構図は、後の人のために生かしておけんなどと、いろいろ理屈を言ったそうで、とうとう切腹に。はあの、意地張りの気短め。どこまで考えなしかわかりはしない。そして、 電柱ではどう評判をしているどちらが悪いとかいいとか。ええ。匠の神の丹尿と臨職はよく知っていますが、電柱で切りつけるには、よくよく官人のできぬことがあってのことだろうというので、やはり同情されています。カジカの評判は良くないようです。どうしてもっと十分にやらせてから抱き止めなかったかと。無茶なことを言う。十分にやられてたまるものか。 わしは軽い手図だし、向こうは切腹で、家断絶だから、向こうに道場が向くだろうが、と言って、わしを避難するのは間違っている。いや、父上を一概に避難してはいませんが。いや、事情のわかっている伝中でそのくらいなら、ただ事の結果だけを見る世間では、きっとわしを広く言うだろう。わしは、今度のことで悪いとは思わん。 わしは孔下衆で、幕府の儀式慣例そういうものを守ってゆく役なのだ。その慣例を無視されたのでは、わしにどこに立つせがあるか。ことの起こりはあちらにある。ところが、電柱でわしに切りつけるという乱暴なことをやったために、よくよくのことだということになって、たちまちキャッツが土壌されることになるのだ。わしがあの時殺されていても、 やっぱり向こうが土壌されるだろう。あいつがでたらめのことをやったということが世間の土壌をっことになるのだ。バカバカしい。しかし、訳を知っている人はよくわかっています。そうだろう。だから、お神からも、わしはおとがみがなくて、あいつは切腹だ。しかし、世間は素直にそれを受け入れてくれないのだ。 キャツが乱暴なことをしただけで、向こうに土壌が向くのだ。資料のない気短者を相手にしたのが、こちらの不覚だった。まるで、眩しと喧嘩したようなものだ。ほいては、悪すぎた。まったく。匠も匠だが、家来がもっと気が利いていれば、こんな事件にはならないのだが、わしは、迷惑至極だ。切られた上に、 世間からとやかく言われるなんて、こんな災難が、またとあるか。医者が、次の間から。あまり、おしゃべりになっては、と、注意した。八。上杉の付け家老、ちさか部が、薄茶を消し終わると。近頃、浅野浪人の噂をお聞きになりましたか。 構造に行った。どんな、匠の髪のために御印鏡を打つという。構造は笑って、なんでわしを打つ。匠の髪に切られ損なった上に、まだそのケライに切られてたまるか。なるほど、匠の髪が切腹を命ぜられたのは自業自得のようなもので、占めば抗議を占むべきで、牢獄を占むところはないはずですが。 ただ、匠の髪が切腹の時、近親の侍に、この恨みを晴らしてくれと、遺言があったそうで、家臣の者の中に、その意志を継ごうというものがあまたあるそうで。ハルチが、自分の丹魚から命を落としたのに、家来がその意志を継ぐという法があるものかところが、世間の者は、詳しい事理は知らずに、ただ、 き打ちというだけでものを見ます。こういう修具の力は恐ろしいものです。その服笛で踊るものが出てきます。それに、浅野老林も淵に離れた苦しみがこの頃ようやく身に染みてきましたから何かしらやりたいのです。しかも思い通りにならないとすると局面打開という意味で何かやり出すに決まっています。彼らは 一も六もありませんから強いのです。何かしてうまくいけば、それが士官の種になりますし、失敗に終わっても元々です。だから、この際、思い切って、植えすぎて、お引き移りになったらいかがですか嫌なことだ。小助の助は首を振った。わしは、ちっとも悪いことをしたと思っていない。わしと匠の神の喧嘩は、 七部まで向こうが悪いと思っている。それを、こんな製法で、城金へ引き移ったら、キラはやっぱり、後ろ暗いことがあると言われるだろう。わしは、それが尺だ。軍拠も、なかなか固い字でございますな。んだが、わしはつまらない喧嘩を売られたとしか思っていない。わしは、 喧嘩を打った匠の家来たちに恨まれる筋はないと思っている。理屈はそうかもしれませんが。一体、ハサの老人の塗料は誰だ大石と申す国家老でございます。大石倉之助か。あの男ならもっと訳が分かっているはずだ。わしを打つよりか、いえ最高の運動でもすると思うが。わしを打ってみ。 朝の家最高の見込みは永久に立たれるのだが。さようでございましょうが、録を失いました者どもは、それほどの自理を考える糸間がございますまい。抗議という大きい相手よりも、手近なご隠居。わかったわかった。しかし、匠の神をいじめたように、とかく噂されている上に。 今度は、その仇討ちを恐れて逃げ回っていると言われて、わしの面目に関わる。来たら来た時のことだが。ちさ子、結局、噂だけではないかだれば結構でございますが、しかし、万一のご用意を。ロゴうう、引きつるのは嫌だよ。それならば、お付き人として、手の利いたものを詰めさせる義はん それもいいが、なるべく世間の噂にならぬように。はは。ちさかは、この頑固なじじいと、気身近な匠の神とでは、喧嘩になるのはもっともだと思った。しかし、この頑固さを世間で言うように、強欲とか臨職とかに、片付けてしまうのは当たらないと思った。9 どどっと、物の倒れる、メリメリと、との破れる、凄まじい響きが遠くの方でして、人の叫びが聞こえてきた。コウズケは耳を澄ました。火事だという声がした。この、押しつもった年の暮れにねんな、手ないかなそれとも、隣屋敷かと思いながらコウは、火事か 隣にいるはずの金字に声をかけたそして半身を起こす畳を踏む音家来の叫びが聞こえた「歯にはどうだ誰かいないか」気合いをかけたらしい鋭い声がした近い廊下の雨戸がたたき落とされたらしい音がした同時にどっかの板塀に掛屋を打ち込んでいるらしい音が続けざまに聞こえた細野浪人かな コーズは、有明の消えている闇の中で、脇差しを探り当てた。と、薄い明かりの影がさして、午前。そばよりんが、叫んで入ってきた。牢関者は、押し込みました。浅野のんか。そうらしいです。すぐ、おたちの木を。コーズは、慌てて起き上がった。立ち打ちの音がした、掛け声が聞こえた、人の足音が、庭に、廊下に、部屋に。 入り乱れかけた。こちらへ。どこへ行くお早く。お早く。そば用人は勝手口に出て、戸を引き上げた。雪明かりであった。いろいろな物音がさえ返って、はっきりと聞こえてきた。用人は隅小屋の戸を開けて、ここへ。と言った。構図は、裸足のまま中へ入ると、容人はすぐ戸を閉めてしまった。ほうぜか。五六十人。 裏と表てから、五、六十人。コズは、そんなに大勢の人間が、浅野の家来の中から、自分を撃つために残っていようとは思えなかった。他の火星でも、あるのではないかそう。別に、悪いことをせん人間が、喧嘩を売られて傷を受け、世間からは憎まれた上に、また後で、仇として撃たれるなんて。 こんなバカなことがあるものか。構図は世間や敵討ちといったような道徳に心の底から染み出てくる怒りを感じた。午前、し、止まっていないと見つかります。構図はつぶやくのをやめた。隅小屋の中心深として冷え渡っていた。外の人の叫び、足音はだんだん激しくなってきた。本当に はさの浪人か。そうらしいです。これって、俺が撃たれてみい,い。俺は末世までも白輪になってしまう。敵討ちということを褒め上げるために、世間は後世に、俺を強欲非道の人間にしないではおかないのだ。俺は、なるほど、匠の神を少しいじめた。だが、匠の神は、 わしの面目を潰すようなことをしている。わしの指図を聞かない上に、慣例の金さえ持ってこないのだ。これは、どっちがいいか悪いか。しかし、先方が乱暴で、人情といった乱手をやるために、たちまち俺の方が欲深のように世間で取られてしまった。あいつは、わしを切り損じたが、精神的にわしは十分切られているのだ。 それたのに、まだ家来までがわしを切ろうなどと、主人に切られ損なったからといって、その家来に、仇と狙われる理由がどこにあるか。まるで、理屈も筋も通らない、恨み方ではないか。わしに、何の罪がある。ひどい。まったく、ってだらめだ。小助の助は、寒さと怒りとに、ガタガタ震えながら首を振った。 物音が少し静かになった。言ったのかない,いえ、まだまだ。二人は隅田原の後方に縮んでいた雪を踏んで、足音が小屋を目指して近づいてくるのが聞こえた。十。戸がきしって雪明かりがほのかに差し込んだ。しまった。ダメだ。 思ったとき、戸口へ火事装束らしい姿の男が現れて、槍を構えながら入ろうとした。用人が薪を掴んで立ち上がると投げつけた。その男はたちまち戸口へ飛び出すと、この中が怪しいぞ、と叫んだ。そしてもう一度槍を構えて、出ろと叫んでじりじりと入ってきた。 用人は墨を、薪を投げつけたが、用人の後ろの逆へ起きた構図の姿を見つけると、えいと叫んで突きかけてきた。構図は後ろへ下がろうとして荒壁へ、ドンと背をぶっつけた途端、太ももを突かれて尻餅をついた。何の罪があって、わしは殺されるのだ。どこに物の性不正があるのだ。 わしは殺された上に英語を悪人にされてしまうのだ。わしの言い分やわしの立場は仇討ちという大なりの入りの道徳のために踏みにじられてしまうのだ。構図は、墨を掴んで投げつけた、四人が槍を持っている男のそばをギのようにくぐって、外へ出た途端、雪の上に黒い影が現れて、掛け声がかかると、 四人はよろめいて手をついた。この中が怪しいのか。もう一人の男がずかずかと入ってきて、構図の着物の白いのを検討に。参るぞと、刀を振り上げた。大石がいるか構図が効いた。誰だ聞こうわ。大石がいたら。いなさる。 コズは、法医師がいたら、この筋の立たない仇打ちをなじってやろう。と思いながら立ち上がろうとしてよろめいた。後ろから来た男が襟首を掴んで引きずろうとした。コズは、はるじも無茶なら、家来も無茶なことをする連中だ。と感じたが、恐怖に心臓が止まりそうで声が出なかった。そして、ずるずると、 引きずられて出た。よう、白リンズを着ている。外で待っていた一人が言った。誰かが呼び子の笛を吹いた。白リンズを知っている。何も物事がわからんくせに白リンズだけを知っている。わしはどうして朝の主従のために重ね重ねひどい目に遭うのか。構図は混乱した頭の中で。わしは匠の髪に 電柱で切られたために、強欲ないじわるじじいのように世間に思われた。わしの方が何か名誉回復のために、仕返しでもしたいくらいだ。それなのに、わしが前に切られかけたということが、なぜ今度殺される理由になるのか。あるきり、物事がわべこべた。人々がくるぐると集まってきた。 小太りの背のあまり高くないのが来ると。台風、どうも、コーズ殿らしく。と、一人が丁寧に言った。これが、大石か。と、コーズが思ったとき。傷しを調べてみ。二三人が手早く肩を剥き出して、手職を差し付けた。あります。大石は、なずくと、雪の中へ膝をついた。 コーは、おやと思いながら、ちらっと見ると。キラ・コーズケ殿とお見受け申します。我々は元、浅野匠の神の家来。大石倉之助義尾以下、四十六名の者でありますが、千年は、不慮のことにて、と、雪の中に手をついて名乗りかけた。なるほど。これだ。美味しいわ。 やはり大石だ。なぜあの時江戸におらなんだ大石がおれば、わしもお前もこんなことにならずに済んだのだ。大石だけがわしの心をいくらか知っている。そうだ。すべてが不良のことなのだ。わしのバカバカしい災難なのだ。なんと諦めて、打たれてやろうか。 構図が混乱した頭で自分勝手なことを考えていると、大石は何か言い終わって担当を差し出すと、いざ、と言った。担当を突きつけられると構図の頭にわずか気していた諦めはたちまちまた影を隠した。自分の立場も言い,い分も仇討ちというもののために永久に踏みにじられてしまう怒りがまた 胸の中に燃え上がっていた。彼は、朝の主従、世間、大衆、道徳、後世、そのあらゆるものに歯向かっていく気持ちで、その担当を抜き放って、ふらふらと立ち上がった。見れんな、卑怯者め。何が卑怯か。わしには、正しい言い分があるぞ。そう思いながら、あてもなく、 担当を振り回していると、ま、き綺麗と、大石が言った。大石にも、不当に殺される者の怒りがわからんのかと思ったとき、えいと、掛け声がかかった。